らブレーザーですね。こちらもあの和食シリーズになるんですけども、取り出したの分かりますね。こんな感じに出来上がってます。そうですね。のため入れてるんですけれど、ナスかトマトかというとトマトの方がお水が出ます。例えば玉ねぎも入れる場合は、ちょっと食べますね、よく分かんない。ブラックの方が味が濃い、グリーンの方がちょっと爽やかな味わいが、鶏はしっとりと揚がってきている。これぐらいと来ますので、はい、で蓋を閉めます。で弱火にします。ちょっと焼き物をしたりとか、フライパン代わりに使っていただいてもとてもあの美味しく仕上がります。尖った感じの、あの香りじゃないんで、桜なんかに比べると方が香りが一体感が出て馴染んで、あのよく感じるものなんですけれども、今日はちょっとレッスンなのですぐ食べていただきますけど、一旦あの、明日2.5 ですね。あの2号なんですけど、2.5 号まで白米を炊けます。で、炊き込み